ちた教会が佇む森の中、男は周囲を見渡している。どうやら男は食物を探して、包帯に覆われた表情には心の草木が揺れ、音を立てる。食料を求めているのは男だけではない。獣たちもまた飢えてさまよっているのだ。そして貴重な食料をめぐり、当然のように争いは起こった。適正性死人、戦況の好転に期待する。これで優位に立てた。無事に食物を手に入れた男は教会へ戻ることにした。朽ちた礼拝堂に革靴の音が響く。教会の奥には少年が憔悴した顔で横たわっていた。男は少年に寄り添い、集めた食料を差し出す。少年は受け取ろうと目白ぎしたが、弱り切った体では食料を受け取ることすらできない。少年はごまかすように笑ってみせる。男は黙ったまま少年の顔を見つめていた。あの子、病気にかかっていたのね。
ともかくこれで次の物語を回収できれば。とは言ったものの、ずいぶん高いところまで来たわね。足痛くない？景色は綺麗だけど、上り階段ばかりだから。疲れたらいつでも休んでいいのよ。休むことこそ成功への近道だって誰かも言っていたしね。眩しいところね。でも見つけたわ。あれが四つ目の黒いかかし。ここから杖の物語、最後の記憶に入れるはずよ。